久保さん今回は愛とお金と借金にしましょうか愛とお金と借金と借金は悪いことだってあるじゃないですかで例えばあの子供の子供がどうしてもその何かをあの習いたいともしくはあ子供が何やろなあーじゃあこんな高校行きたいとでもお金がないと その時に親がお金を借りてきてね。で、ん、その、あの、制服を買うとかね。入学資金に充てるとかね。その借金は愛がないですか愛はありませんかあるのかないのかでも借金は悪いこと。<laughs> それ借金めっちゃいいことじゃないですか。うん。だからその、なんだろうな。まあ今のはわかりやすい例ですよね。でもこれは多分理解しづらいと思うんですよ。 これは多分理解できない。じゃあ、ある男がね、えー、パチンコでね、くっそ負けたみたいなね。くっそみたいな。お金ねえわみたいな。貯金もね、でもパチンコ打ちたいと。じゃあ、アコも行ってこようみたいな。借りてきて、で、また、なんだあの、なんだスロット台とかね、パチンコ台に突っ込む。また吸っちまったよ、と。で、また鍵入れするわけですよ。これはどうですか愛がありますか 愛がないですかまあ一般的に見たら多分最低の人間っていうものの見方ですよねでもある一つのものの見方をすればあのパチンコ店の売り上げにめっちゃ貢献してる愛のある男ですよそのスロットを愛しているパチンコを愛しているからこそつぎ込めるわけですよね <laughs> っていう解釈の仕方もできますよねうん だ結局ね、あの、久保さんが言った通り、その、思想、哲学、考え方、捉え方っていうのは、あの、考えれば考えるほど泥沼なんですね。<laughs> 答えないんですよ。だってそうじゃないですか、その人たぶっちゃけね、事実を言うならば、そういう人たちがある一定層いるから、パチンコ店が儲かるわけじゃないですか。で、パチンコ店で働いてね、家族を養ってる人もいるわけじゃないですか。もしそういう人たちがいなかったら、パチンコ店潰れちゃってね、じゃ家族路頭に迷うとかね、あるわけじゃないですか。 うん、だからなんかあのー、どこでやっぱ見るかですね切り取るかっていうところがによって全部答えまあその切り取ったとしても受け取り方によっても答え違うだろうしだから何が正しいとか何があいいのかっていうのは本当わかんないんですよだからそのわかんない中で僕たちは生きていかないっていうことを分かってるかどうかなんですよ 大事なのか。久保さんも最後締めてましたけど、分からないことを分かっているって、ここが実は結構肝なんですね。でも、ここをスルーしてる人が結構多いと思うんですけど、な久保さん、毎説多かったんで、ねまあ、僕も毎説多い時ありますけど、この分からないことを分かっているっていうことが実は超大事。分かりますうん。でも、これは分からないですよね。その意味が。<laughs> ね、でも、その意味が、 わかるようになるまで何か考えたりとか勉強したりとか体験してると、まあその意味、わからないことをわかっているっていうことを腑に落とせるようになると思います。で、これを腑に落とせるレベルになってるかどうかっていうのが結構大事じゃないかなと思うんですよね。うん。だ僕もね、本当ね、なんでこ,こ、なんでここまでにいけたのかっていうと、 本当にいろんな経験いろんな勉強をしてきたからですねだラッキーだったのが一般の人じゃ絶対経験できないことをやっぱ経験してきたんですよだって一般の人ってまず社長を経験しないですよね そもそも。そもそも。だって社長って2000人だろうが1万人だろうが社員いたとしても1人しかなれないわけじゃないですか。だからほとんど一部の人しか社長ってなれないんですよ。もちろん1人でね、自分で起業すれば社長にはなれるんだけど、じゃあその平等にね、みんな起業できるんだけど、じゃあ起業するのかっていうと起業してないですよね。みんな平等に起業できるんですよ。だけど起業してないですよね。だから一部なんですよ。だから一部のことを体験できないことを体験してきた。 で、なおかつ、そのお金がないっていうところも、幼少期貧乏だったっていうところも経験して、貧乏だったから、妬み、嫉妬、そして窃盗。窃盗ですよ。ミニ四駆を窃盗する。チャリンコ窃盗する。窃盗事件まで起こしましたよ。ねっていうことも経験する。で、なんだあの、 会社がいい時は良かったけど、会社が悪くなった時に、えー、従業員の給料をちゃんと払うために、自分で貯金全部ぶち込んで、借り入れ全部してきて、ね、そのアコムとかプロミスとか、その大手消費者金融の無人くん全部回ってね、多分全部回ったことあります僕全部回りましたからね、消費者金融。だそれもね、すげえいい経験でしたよ。うん、あと、あの、銀行のカードローンとかも全部行きましたけど、 で、そうやってお金作ってね。で、従業員に給料払うっていう。だからね、あのー、最近もね、セルフバックでね、僕、2個ローン通ったんですよね。オリックスの銀行カードローンと、オリックスのクレジット VIP カードローンっていうのが、これセルフバックであったんで、通ったんですけど、あの、これめっちゃいいな、みたいな。<laughs> 50万借りれるぞ、みたいな。でね、僕はもう身にしみて、すごく感じてるのが、よくその、借金返済したらね、ふざけんな、みたいな。 いやも,うもう絶対借りてやんねえぞみたいな。結構そういう受け取り方する人多いじゃないですか。多分ほとんどの人が借金返した時って、多分、ふざけんな結構気に取りやがってとかね、また苦労したなとかね、もう絶対こんなところで借りれねえ、ね、俺は絶対借りれねえぞとかカード切ったりとかね。多分そういう多分考え方、感情になると思うんですけど、いや僕はね、貸していただいてありがとうございますなんですよね。なんでかっていうと、 その借り貸してくれなかったら従業員給料その時払えなかったんでだそれしのけたんですよ借り入れたからもし貸してくれなかったら従業員に給料払えなかったんですよ社長みたいな給料ど,どうなってんですかみたいなごめんで済まさないですよねだって従業員の,あの生活さんだからでも貸してくれたからそこをつなげたっていうのがあるので、まあ、僕は感謝ですよね逆になんか今は思うことが金利で儲けてくれと どんどん儲けてくれと。貸してくれるんだったら儲けてくれたらいいよと。俺はそれ以上にビジネスでリターンを出せばいいだけだと。いう考え方もできるようになったっていう。だからこれ一般の人は多分できないんですよ。だから消費者金融に儲けてもらって、で、その借りたお金でもっと倍に増やせばええやんみたいな。とかね。あとし、しのぐために使うとか。だから僕、消費者金融のもう何,何十、何十枚はないか。なんか結構あるんですけど、まあ、枚数ね。ただ6、7枚。銀行も入れると。 もう全部担保してますね。これ、これでもう何千、結構取れ、作れるぞ、みたいなね。<laughs> だからもう絶対捨てないですね。ここは捨てないですね。なんかあった時に、なんかあった時に借りるんだよ、僕も。また <laughs> でも。もはや、その借りるのもネタにするから。<laughs> 僕の、今の、今のもう僕のあれだったら、あの、お金がなくなったんで借り入れします、みたいな。今からちょっとアコム行ってきます、っていう動画を撮りますから。で、それで再生数稼ぐっていうかね、単価高いと思うんです、それ。<laughs> もはや。 もはやね、もうなんかね、僕はもう、なんかもう,う、楽になりましたね。本当に楽になった。昔はちょっとね、大変でしたよ。本当に。あそうそう、久保さんとね、久保さんがね、その、多分あの時も借金返してましたからね、多分。確かあの時。結構前ですけど。多分ね、借金返してたと思います、あの時。返済してた。<laughs> で、あの時ね、お会計がね、多分8万ぐらいになったんですよ。 マジか8万ってどうないことみたいな。いや、8万ですよ。一晩で。まあまあ高くないですかおごり。ね飯代。飯代8万ですよ。やばないですかおごり。まあまあ高かったよね。<laughs> うわーって、あれ、帰りの車の中でなんかね、すげえぼやいてたような気がしますね。マジか、久保手奏やりやがったみたいなね。<laughs> もうなんか、肉持ってこいとかなんかもうバンバン言ってたんで。ふわーみたいて。 でもあれ強がりですね。愛すよみたいな言っ,て言った本人ですからね。まあしょうがないと。<laughs> でもめっちゃ言ってましたけどね。うん。でもまあそ,それも、なんだ、バネにして、しっかり、あの、今今があるので。<laughs> うん。なんだろうな。うん。まとめると、うん。借り方、返し方、あ。 あ使い方、稼ぎ方、どの、どの見方、どの考え方によって、そこに愛があるかどうかが、生まれるんじゃないかなっていう。うん。正直、その、多分ね、なんだろうな。そもそも愛って何なんですかね。<laughs> そもそも愛って何やねん、みたいなね。 逆にその多分僕ねあの論文なんかそのお金と愛のことに関して何か否定というかなんかまあそういうことを言ってる人にその愛の定義を語ってほしいですね愛とは何なのかっていうそもそも多分ですよおそらくうーん,うーん愛はこうであるっていうのを思い込んでんじゃないかなと思うんですよねだから要は久保さんのさっき言った通り 分かってないことが分かっている。つまり、愛とは何なのかが分かってないことを分かっているっていうことなんですよ。で、愛って答えあるんですかって、そもそも。愛って答えあります考えてほしいんですけど、愛に答えはあるんですか多分ね、ないっすね。<laughs> どう考えてもないっす愛に答えは。うん。例えばじゃあ、愛者ってあるじゃないですか。 車に興味ない人からすると答えも何が愛車やなんて気持ち悪いなって話ですよね。どうすかじゃあその例えばあの男と男が付き合って結婚する男と男がそういう行為をするはから見たらねそういう概念がない人からすると気持ち悪いなんてなりませんでもその人たちは男と男で幸せなわけじゃないですかそこに愛があるわけですよね。 まあちょっとすいませんすみません僕はちょっと無理なんでちょっと想像はしたくないんですけどでもそういうのがいあ,のあるわけじゃないですかねで最近はちょっとそういうなんだ国日本ではまだあれですけど認めてる国も出てきてるわけですよ女と女が結婚するとかね男と男がとかえどどうですかねそれがいや愛があるじゃないですかそこに男と女が愛することが答えなんですか 話ですよね <laughs> 物に愛することもあるだろうし植物に愛することもあるだろうしお金に愛することもあるだろうしねうん愛は無形だと思いますし愛に答えはないんじゃないかな愛は水なんじゃないですかね愛は水物じゃないですか水っていうのはどんな形にも変形するし固まるし壊れるしね多分愛っていうのは水なんじゃないですかねいってらっしゃい